どうもこんにちは、たまチャンネルです。それでは本日は2022年1月21日に発売されたニーディーガールオーバードーズを遊んでみます。これは最強のインターネットエンジェル配信者を目指す承認欲求強めな女の子超絶才川天使ちゃんとの生活を描くマルチエンディングアドベンチャーとのことです。制作は以前悪魔城ドラキュラ版ロードストー戦記を開発したところで、今作も漏れなくドット絵が特徴のゲームとなっています。で、内容は自分が P になって女の子を人気配信者とするために育成するという現代の流行りにね、乗っ取ったものになってますね。 P はプロデューサーかな。まあ説明文やレビューを見るとかなりキテレツな内容になってる印象を受けます。もうそうきたかみたいな。まあホラーではないようなので不幸な感じの終わり方はなさそうではありますが、まあ果たして私はね、この天使ちゃんをハッピーエンドに導くことができるのか、もしくはハッピーエンドなど存在するのかわかりませんが、早速ゲームスタート。これは Windows の OS の始まりでしょうね。 Day 1始まった。配信アカウント、パスワードは LINE。 これ LINE 私使ってないかわかんないな。これログインって書いてありますけど、こんなんかありません。これ秘密のことみたいな、選択できない。まあ進めてみるか。ログイン、エンジェルかわいい。パスワード？パスワードは？これ見れる？あ、ウィンドウ開きましたね。エンジェルかわいい、入力するのこれ。よし、入力するか。エンジェルかわいい。ログイン。さあ、ログインしましたが、こっから始まっていくんだ。これから永遠に一緒だよ。これは、この人からメッセージ送られてきてるんですかね。私は本当に P なのか？本当にインターネットっても現代社会が生み出した地獄そのものだと。私はそんなネットでしか生きられない。朝起きられない。外出たくない。まともに働けない。他人が怖い。でもチヤホヤされたいと。今チヤホヤされるには配信者になるのが一番。まあ容姿がね、美しいんであればそれは人気出るでしょうけどね。さあメッセージが送られてきて、え、選択肢なんだこれ。二択のようだけど、とりあえず下は部品的な感じか。ブヒー、これからあなたは P、 プロデューサーの P でもあると言ってますが、ある意味ね、私はどうやら頭がいい人物のようですね。おー、やるぞやるぞ。ああ、いいですねこのノリ。アメちゃんって言ってるけど、アメちゃんって名前なんですか。天使さんじゃないの。あ、これから初配信か。そんなにうまくいくのか、初めてから。ああ、変身。おお、ああ、ズラかぶった。ああ、ちゃんとメイク決めて、そういうことか。配信時には、ムカつくオタクのコメントを消したり、色付きコメント、スパチャ、それ二つまで拾ったりできる。コメント欄に、ま、あ、ちょっと待って、読んだ途中だ。ジェルバンハ？ああ、挨拶ね、この子の。これがコメント欄か。ああ、今何人見てんの ?190 人。すごいじゃん。いきなり人気高いよ。190人ってもう、登録者2万人とかね、それくらいのレベルでしょう。やばい、変な名前。これ消すか。コメント削除。あ、ストレス。マイナス1になりましたね。うん、変なコメントを消すと、ストレスが減ると。配信スピードいつもの。これ変えられるのかな。あ、早くできますね。それとは初めは、いつものでいいか。やばいぞ。消せ消せ。やばいな、消せ。どんどん消すんだ。これはスパチャですね。来てくれてありがとう。これスパチャなのこれ。帰れ。なんかまそうだな。消せない。これ選択。あ、これ、あ、これ、まずいな。帰れ選択しちゃったんだ。これミスったね。ストレスはどこに見れんの。顔はすでに最強クラス。これ削除したい。ミスったな。これで病んでしまう、主人公が。しかし今から何するんでしょうね。ゲーム配信でもすんのかな。この背景から見てね。あ、コメント読んでしまう。やばいぞ。帰れ。ああ、帰れ、読んでしまった。お前が帰れ。あ、いい返しだね、それ。いい返しだ。まあ、せっかくのスパチャだからね。来てくれてありがとう。超天ちゃん。ああ、嬉しがってますね。指示中は勘弁だ。またくだ、帰れ帰れ。あれ？あ、これで終わりか？ああ、配信終わったようですね。拾ったコメントには、最後に反応して、なんだ？読めなかったが、これはツイッターでしょうね。ポケッター。配信後の投稿も欠かせない。中身のない配信でも
良かったと。しかし、ストレス上がっちゃいましたね。LINE だ。フォロワー1000人増えた。すごいな。いきなりそんなに増えちゃうの。でもフォロワー1001人って書いてありますね。うん。YouTube じゃ考えられないよね。初めからフォロワーいないのに、こんなに人が来るのは。最後は100万人になりたいと、フォロワー。勝負は1ヶ月 ?1 ヶ月で?それはすごいな。とりあえずなれるよ。どんどん応援しましょうか。お前ならやれる。しかし私は一体何なんだ?あ、P 大好きとかもう、男心分かってますね。インターネットフォローしちゃおう。いいね。ちょっとこの電波っぷり。これは電波って言っていいのかな?まだそれに当てはまるか分かりませんけどね。ちょっとこれは、この人が、壊れるさんを見てみたいね。どうなってしまうんだ。起きたらすでに昼だと。フォロワー1000人、YouTube だよね。1000人が一つの壁と言われてますが。まずは1万行きたい。ああ、行けそうだな。このゲームはフィクションなんだ。まあ今 YouTube で伸ばすにはね、YouTube で伸びることをやる。っていうのは言われてますね。伸びることをやれば、1000人行けると。まあっという間にね。なんだ?選択肢はこれしかないぞ。逆に壊そうかな?なんだ主人公。よし、壊してやろうぜ。まあ、これジョークとなるか。ああ。ジョークと受け取られましたね。闇戸ってこれ書いてあるんだ、これよく見ると。選択肢がなくてもスタンプで返信できる。ああ。スタンプ機能あったの?これか。オッケー、最高か、ピエン。割とどうでもいい。それな。ラブフォーエバー、無事死亡。どれいい?じゃあ、はじめは、無難に行こうか。最高か。なんか、びっくりマーク書いてあるけど?なんだ?一応、こっちの反応を見れるのかな?文字だけじゃなくて。このゲームはデスクトップにあるアイコンをクリックすることで進んでいく。1日は3回行動できると。中には2回分時間がかかる。エクスクラメーションマークは、配信に使うネタを発見できるコマンド。うん。動画配信はね、ネタ探し。それが一番重要ですからね。そして一番難しい。どれか選びましょうか、じゃあ。遊ぶ、寝る、お薬。お薬?なんだと?いや、やばそうだな。まあ、無難に行くなら、インターネット。もしくは外に出て、ネタ探しか。お薬ってなんだろうな。これ選んでみましょうか。あら、なんか本格的だな、こりゃ。気持ちが落ち着く。体がふにゃふにゃする。飲むとなんだか、楽になる。いやー、やばそうだな、これ。これでちょっと壊れるさ、見たくないな。ダメだ、見たくない。そんなに嫌だ。インターネットだ。さあ何が選べるんだ?エクスクラメーションマーク、びっくりマークがいいという話ですが。選ぶとストレスが増えますね。なぜだ?あ、これツイッターか。なるほど。ツイッター活動で。それによってね、ストレスが増えるんでしょうね。しかし、事前告知。告知をするから、それだけフォロワーが増える。そういうことか。エゴサ。これは自分の名前で検索して、で、評判を確認するやつですね。好感度増えるが、闇度が増す。まあこれはね、アンチコメントを見れてしまいますからね。一応アンチコメントは見れなくなるような、そういうエゴサ方法もありますが。まあ、いろいろテクニックと言いますかね。で、動画サイト。これはストレスが減る。しかしどうかな?ネタあるのかな?掲示板は?まあ、情報を探すんであれば、掲示板ですかね。出会い。これは選べないな。掲示板にしてみるか。なんと、某巨大掲示板ですね。自分のスレッドが立ってますね。最近の配信者で一番好き。まだ出たてなのに。これ自演でしょ。自演をそう言われるんじゃないの?全然書き込めないね。人気が。やばい。こう広告あるけど。これはスクロールできないの。あ、できる。クソスレにインターネットエンジェルが降臨しました。なんだこれ。書き込める。よし、書き込もうか。自演だ。あ、これ書き込む内容か。そういうことか。なになに?前の配信グダったから絶対叩かれてる。どうなった?ストレス増えた。好感度がどうなった?なんかどんどん進んでいって。読み切れない。またラインが進んでますね。掲示板どうなったの?結局。ネット初の都市伝説。それを読むのが好きなようですね。配信で話したいと。一体どんな内容を話すんだ?新しい配信ネットを取得した。配信中に人影が。これは恐ろしそうだな。よし、反応するか。最高か。じゃあ、OK でいいや。OK、蓋ついちゃった。書き込みは。まだ書けんのこれ。あ、まだ書けますね。好感度減るし、これ書けば書くほど悪くなっちゃうね。一応、ネタ取得できたのかな?あーでもこれ、10から878。800件以上これ書き込みありますね、これね、すでに、ね。更新で、この途中の内容見れないけど。F5 とか無理だよね。
無理だな。この画面は特に何もないの。お、クリックしたら？なんか変わったよ。様子が。よし。おお。にっこりしてる。と、先に進むか。よし。配信を開始するんだ。あ、見れるぞ、秘密のこと。ちょっと見ちゃおうかな。なんだこれ。あ、これは、YouTuber がなんかこれで遊んでましたよね。ちょっと秘密のことを見るんだ。あ、見ようとすると、見せてくんない。あ、ダメだ。クリックさせてもらえない。これは、いつ見れるんだ。今日海を見た。もう怖くない。割とどうでもいい。あ、ムカつかれた。割とってのがムカつく。すいませんでした。アイス買ってきたら許す。アイス？どうやって買えばいいの？オッケーだ。じゃあまたネタを探すか。遊ぶ？遊べんの？エッチなこと？え？何それ？やばいんじゃないのこれ。こんなことできんの？大丈夫かなこれ。配信的に。私の YouTube 的に大丈夫かな。じゃあゲームでもやってみましょうか。ストレス減りますね。好感度増す。あれ？私と遊ぶわけじゃないんだね、これはね。まあ、それはそうか。自分で遊んでる。お、なんだこれ。一瞬戦撃？深刻殺コマンド？新しい配信ネタ。ゲームネタをゲットしたようですね。ゲーム配信もやりたいと。この形状は、ゲームキューブに、ドリームキャスト。この真ん中のこれね。まあ、一番ドリームキャストっぽいね。そのコントローラー。ずいぶん懐かしのものを持ってくるんですね。配信のレパートリー。声真似したい。よし。ラブフォーエバーだ。それやるんだ。はい。まだなんかできますね。ここで寝ると配信ができないよね。お出かけも無理だろうな。とりあえずインターネットだ。よし。動画サイト。あれ？あ、ダメだ。動画配信これか。お、ネタが3つありますね。じゃあまずは、ネットロア。ネットの怖い話。ストレスがすごい増す。ね、やってみよう。よし、行くんだ。始める。この子はホラーに、ね、弱い可能性ありますからね。さあ、始まった。よし、コメントを調整するぞ。ジルバンは、今日はオカルティックエンジェルになりましたね。部屋に親が乱入して、喧嘩したり、ニコ生かな？あ、そういうことは絶対ないと言ってますね。なんだ？おっと？止まっちゃったよ。後ろ見て。え？何が起きた？これガチのやつ？配信止まっちゃった？どこ後ろ？彼氏じゃない？まあそうだ。怖すぎね。まあこれセーフか。おっと？なんか聞こえたのか？あれ？なんだ？汗マーク。特に何も聞こえなかった気がするけど。私はこのコメント見てたから、動画見れなかったな。なんか仕込んでたんですかね、これはね。この子が。かなりやり手じゃないか。あ、配信終わった。本日は特に変なコメントありませんでしたね。ストレス溜まっちゃったな。精神のダメージ、まずいぞ。ん？ああ、こっちか。本体のね、ツイッターはね。今の音、もしかしたら、ピが動いた時の、物音？あれ？同性バレ。ちょっと待ってくれ。そういうことだったのか？アメちゃんと、私は同棲していた。事実は、ネットロエよりきなりと。あららら、そういうことか。だから選択肢に、やばいのがあったんだね。明日に進む。あ、このメールは古いぞ、これは。名前忘れたけど。これ使ってたぞ、これ。何？お金の振り込み？何買ったんだ？家賃か。デイ10までに家賃払え。まだ収益化してないから、お金払えないのか？収益化、今3日くらいでね、できたりしますけど、支払いは、1ヶ月くらい先ですからね。いくら人気出てもな。そんなにすぐ知らないよ。あ、今回は、猫見つけてますね。あ、外しちゃった。クリックしたら。これは頭撫でてんのか？そういうことか。ああ。別に好感度が増すとか、そんなことないようだね。なんだなんだ。ほんとさっき何映ってたんだ。気になるな。これは動くんですね。で、誕生日を設定しておくと、このね、ペットからね、誕生日メールが送られてくるんですよ。あ、動いてる。豚が。しかし特に何もクリックできないな。よし、じゃあ次は、お出かけしてみようか。あら、いろいろできますね。どこに行く？とりあえず原宿ですかね。新ネタ。行ってみよう。あ、移動した。
おお、移動中、列車で、ちゃんと外出するんですね。あれ、あ、もう行ってきた。意外と早かったね。お出かけ最高。意外と好きなんだ。あ、なんだこりゃ。原宿でスイーツ。なんだ?スパムが来たな、返信。後ろなんでこれ。フォロワーが、あれ?増えた?好感度、恋人?あ、これは私に対する好感度か。そろそろ減りましたね。原宿楽しかった。いろんなサブカルファッションこじらせ野郎。言うじゃないか。なんだ?配信ネタか。ゴスロリ。ゴスロリ合いそうだけど。これ、鍵垢か。うん、だから、一般的には見られませんね。私のみかな?見られるのはね。しかし、間違ってツイートとかしてしまったりするんじゃないかな。さあ、夜になりましたね。お出かけは、あっては夜になるのか。とりあえず配信だな。また、どんどん配信しよう。ゴスロリ着てみた。これにしてみるか。今回は、ゴシックエンジェル。特に服は変わってなさそうだけど。視聴者増えてますね。200。起きたよ。これはまだいいかな。スパチャ。どれくらい来るんだろうね。なんか動いてるけど、これ何これ。このスパチャか。スパチャが出ると、なんか画面内にね、動くんですね。まだ来た?あ、まずい。これ消せ。あ、消せない。スパチャ消せない。そういうことか。なんてことだ。まずい。ああ!コメント!スパチャ読めなかった。これ出たらすぐ押さないと。読めないんだ。お、星マークいっぱいついてますね。あ、すごいよ。リツイート185。かなりもんだな。25、いや30までいけるか?今何歳だ?他には、コミュニケーション。クリックで頭を撫でる。よいしょ。もっと。なんだ、要求されてる。お?なんだ?ラブツイート飛んできたね。お、好感度増して。そうそう減った。なんだ、イチャイチャしてんな。オタクたちに優しくしてやるか。完全舐めてるぞ、これ。視聴者を。一番大好きなピなんだと。オタクちゃんを甘やかすわよ。寝ることで、ネタを得られるようですね。で、寝てしまうとな。配信がないよね。でも寝てみようが、試しにね。明日まで寝る。よし、寝るぞ。今日は寝て、ネタを得るんだ。なんだ?未読無視やめろ?あれ?未読無視?ああ、ネタ見つけましたね。一緒に寝ようと。欲しいものリスト。アマゾンかな?どれにするか。ああ、なんだ?美白?ああ、やばそうなの来たね、これ。アマゾンにこんなのあるんですか?バスボムってなんだ?まあ、動画的にはこの二つだよね。コスチューム化、高いマイク。で、マイクは意外とね、1万円ぐらいでなんとかなるもんですからね。ASMR もね、指向性のマイクならなんとかなるんじゃないかな。よし。1万下やってみるか。これだ。あ、入れといた。あらー。ピエン。ジョークだったのに。あ、ムカつかれてしまった。ごめんなさい。あー、ピエン。残りネタは、お薬か。もしくはインターネットですね。インターネットはいつもいっぱいあるんだな。じゃあ、エゴサするか。何が見つかるんだ?あ、まずいぞ。仕方するからクソ。DM 仕方されて。さらに、超店長は伸びる。超店長のイラストを描いてもらえるように、DM でこびまくっとこう。ああ。こっちは?ちょっと、どんどん流れる。あ、エゴサしてたら、好きなイラストレーターさんが、超店長の配信に言及してたと。さあ、配信ネタ、アンチと戦ってみた。ああ。これはネタ切れの時に、使えそうなものですね。一応アンチに対してね、コメントしますね。うん。二流だと、アンチもいないと言ってますが。アンチがいるのは、その分ファンもいると。アンチが出たら、簡単になりたいと言ってるが、なれるわけねえと。まあそうだよね。オタク風情が、自分を棚に上げて、偉そうにしやがって、言ってよし。古い。このセリフまだ使うか。で、夕方、行ってみようか。そろそろやばい方が行ってみるか。お薬。お薬の時間だ。これでいいのか?ディパス適量、今2回クリックして、それ2錠分ですね。これを上げすぎると、やばいのか。とりあえずネタのためだ。飲んでもらおう。ああ、飲んだ。ああ。
見えない、後ろが。ああ。飲み終えた？まだまだいける。大丈夫か？ああ、大丈夫だな。そう、夜になりましたね。麻雀実況したい。しかし、新種を襲おう。麻雀実況の時は、コメントは見ない方がいいでしょうね。もちろんだ。よし、じゃあ配信と行きましょうか。アンチと戦ってみた。フォロワー増える。かける 1.1 って書いてありますね。効果の高いものは2倍とか。そんなことになるのかな？しかし、ストレスが増す。行ってもらおう。よし、戦え。始めろ。出たてにしては、かなりね、過激な内容ですが。お、喧嘩始まった。今度はうまくね、コメントを管理しましょう。今日はアンチのコメントに反論してみた。アンチは構ってほしいだけ。お、紫チャット、どっちがいいんだ？わかんねえ。アンチに反応しない方がいい。これ選んでみたが？これがアンチのコメントか。出たな、剣網中。一応古い貸し方まで来てください。いいね。こいつオタクに恋すぎだろう。は、私はただ常に天使だけです。ああ、泣き顔。いいね。こんな天使にはアンチがいるんだ。よし。これ読んでもらおう。2件までね。怒ってても、かゆくて笑った。ムクッとした顔可愛い。ふんすか。いいねね。可愛いかも最高。ああ、赤スパチャがあったか。これは、1万円以上かな。これを取り上げたらよかったんでしょうね。アンチに反応しない方が良い。たまには殴り返してやろうと。こんな天使にはアンチがいるんだ。いるんだよ。美少女をいじめるのが生きがい。さあ配信終わりましたがどうかな？結果は。フォロー増えましたね。まずまずぞ。変な列ついてるね。彼氏がお前にハマったせいで変わってくれなかった。ああ。嫉妬コメントが来た。今度は私がムカつく女配信者のコメント欄を荒らしに行くと。じゃあ明日に進みましょうか。さあラインは？おっとなんだ？媚薬がどうのって言ってたけど？あ、媚薬しちゃった。あらら、ちょっと待ってよ。なんか始まっちゃったよ。ああ、発展場が。ああ、ツイート。まだ2件書いてる？うん。いつまでもみんなのアイドルだからと。乗ってる？この城。この城まだ、妖精見れない。一気に夜になった。媚薬のおかげで。ストレスや闇は減っている。好感度は増した。なるほどね。勝手に始めてしまうんですね。で、裏のメッセージは？新生活に入って、初めてやることやってきた。さあ、とりあえず夜に進むと。今日見た夢。襲ってきた熊を視察したら、中から血まみれの木が出てきた。私は食われていたのか。インターネットのみんなに葬式の方法を聞いたら、炎上したと。最高か。もっと愛を込めて。うわぁ。無事死亡。あ、反応がない。で、夜なので、再び、配信しましょう。じゃあ、一緒に寝よう。これでいくか。いいぞ、フォロワーが、どんどん増えるぞ。ストレスは増すけど。行ってもらおう。あ、俺くん、今日もお仕事お疲れ様。人気 VTuber あたりがやってそう。無職だったとしても、お仕事お疲れ様。無職も疲れるからな。今日は一緒に寝ると。あれ、このマイクどうしたんだ？しかし、用意していたのか。あ、おっと？自分が寝始めたぞ。スパチャが来た。まだ黄色か。黄色はいくらだ？危ない。まずいぞ。これだ。これ取り上げるか。今日は平和に終わりそうだ。さあ、ちゃんとね、オチもつけたところで。あれ？スパチャ読みませんでしたね。どうした？寝ちゃったから読まなかった？まだアンチコメが。さあ、明日に進んで。いや、まだ先あるぞ。10日以上。あと選んでないのは？まだじゃあ掲示板見るか？これ出会えてなんだこれ。なんだこりゃ。ノープ？ライク？なんぞ？謎の何が登場した。ネタは見つからないが、数字が下がりますね。出会い系、好感度が下がる。なんかまずそうだな。じゃあ SNS。なんか書いてもらおうか。メンチカ好きそう？メンチカとは？なんぞ？
なんかの用語か？さあ、ネタが見つかって、陰謀論。チェーン店の味をやたらバカにする人って、遠回しに金持ちぶって受けない？それな。ちゃんと聞いてないでしょ？いや、聞いてるよ。それな。ああ、それ長いし。まだネタが探せますね。コミュニケーションだ。よし。頭撫でよう。あら。なんだ？ピクチャー？これじゃないな。お、どうしたどうした？さあ、表では、大切な人などいないと言ってますね。なんだなんだ？やばいぞ。変なネタが見つかった。脳みそくちくち。あ、あ、あ。さあ、夜になりましたが、私の顔を撮影して、間違えて、頂点赤に上げそうになった。ああ、絶対にこれ、アカウントね、使い分けてると、ミスするよね。一つのツイートが命取りですよね。まあよくあるのが、家族が操作してしまったとかね。そこら辺が定番の返しとなりますが。最高か。私は最高の女だ。よし、配信だ。じゃあこの、やばいぞこれ、ストレスが溜まるぞ。飲めぞ、くちくち、ああ。日本で1、2を争う面白い漫画ではありますが、始める。お、500人だ。すごいな。もう登録者5万人規模でしょ、これ。で、現在何人だ？ 2000 人か。VTuber ならありえんのか。いや、VTuber じゃないの、これな。リアル YouTuber だよね。これは、赤スパチャ来るんじゃないの？どうだ？今回早かったな。6つの系統の判別方法は、ああ。あらら、5000人増えたよ。フォロワーが、どうした？ストレスはまずいね、しかしね。どうすればいいんだ？ちょっと休もうと。そうだな。休もう。休みでどうしたらいい？あ、風に休んだ。あれ？あ、寝た？お、お、どうなった？ああ、ストレス下がった。辛い。ああ、勝手にこの日は終わるんですね。このままでは家賃が払えない。追い出されたら一人で実家帰ると。簡単に頭下げるな。ごめん。絶対許さない。おぉ。ラブだな。うわぁ。ラブラブラブ。超ラブ。ああ、怒られた。で、本日もストレス下げるか。何がいいんだ？あ、選択肢出てきた。ちょっと、どっちもまずいよ、これ、選択肢。普通のアイドルみたいなこと言い出してキモい。なんでこっちまで頑張らなきゃいけないの？どうすりゃいいの、これ。これ、仕方しがいいの、これ。仕方しよう。ひどく無視だ。遊ぶ、エッチなこと。夜になる？あ、すぐ下がる。これだ。よし、行け。うわぁ。また、パチメタ。うわぁ。朝から、さまた、ツイートされましたね。あ、そうやりてぇ。ああ。いいぞ。ストレス下がった。では、配信ですね。今日はどうしましょうか。陰謀論。待てよ。陰謀論は、ストレスが溜まるぞ、すごく。どれも溜まるんだな、これ、よく見ると。ストレスがすごい。やるしかない。これだ。陰謀論。ストレスしか溜まんないのか、この配信は。1500人が視聴。ああ、すごい。ついに二次三次レベルになったか。さあ、スパチャ。今回高いの狙いましょう。来たよ。赤スパチャ。またスパチャ。やった。高いの来た。さあ、配信完了して、あら、フォロワーが5000増えた。おかしい。計算が合わない。視聴者数に対して、フォロワーの増え方が半端ない。なんで毎回、アンチコメントだけ出てくんだ、これ。しかもみんな、卵マーク。そう、デイ10になりましたね。フォロワー数1万。記念配信。100万を目指してるんでしたっけ？あ、数万なら、昔の自撮り赤。それ超えてたんだ。これは通過点に過ぎないと。お、ネタ、いいね、これ。レインボー色だ。じゃ、どんどん集めるか。あれ、エッチなことで？ネタがあるよ。これやるしかないでしょ、これ。よし。いけ。いけー。うわー。どんなネタだ？いろいろ。いろいろ闇が深いぞ。このライン。みんなが聞きたいセリフを言ってあげようと。
今回はセリフリクエスト ASMR レベル3。すごいウキウキだけど、どうした？好感度高いから？そうなのか。 BGM はね、いい感じですね。よし、行ってみよう。フォロワーが増えるぞ。またいっけー、1万人記念。さあ、どんな内容になるんだ。来たよ、スパチャ。あれ、今回はスパチャが選択できない。どうした？コメントが消せませんね。どうするんだ。今日はインターネットの話。私がなんでこんな風になったのか。大人が嫌いだった。大人はみんな不自然だったと。家も学校も嫌だった。大人がいるから。それで部屋でずっとパソコンしていた。パソコンの中でもみんな欲望のままに生きていたと。なんか語り出して笑った。アニメや漫画はいろいろな因果があると。それがすっごく自然に生きてるように見えた。こういう風になりたい。ネットの世界で素直に生きてみたい。そう思った。これは話しておきたかったと。焦点。あら。始まった。お、ファンアートが来たよ。やったね。お祝いスパチャで合意をしまくる？しまくらない。もっと良い機材買おうと。なんだ。最後の配信のような感じでしたけど、今。収益が通ったようですね。待てよ、今まで通ってなかったのになぜスパチャが？っていう疑問はさておき。これから家賃が払えると。じゃあ明日に行こうか。何日まであるんだ？ん？顔つきが？ DM 欄に企業、仕事依頼、案件が来たようですね。新発売のコーラ納豆味のレビュー。こうしたコーラ納豆味1年分。飲みきれないでしょ、こんなの。どうやらこの案件受けれるようだね。やるのか。どうした？顔大丈夫か？泣いてないか、これ。気のせいか？嬉しいのか？ストレス溜まってんのか、これ。まずいな。ああ、ストレス減らすには、あれをするしかないんだけど。お出かけじゃダメか？うん、あんまり減らないな、これ。まずいぞ。仕方ない。まだ発展場だ。いっけー！うわー！よし、ストレス減った。好感度100。どうなる？あー、やばいぞ、やばいぞ。あかん、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 あかん。まずい、まずい、まずい、まずい。あー、ちょっと待って。おしまい。あー、あー。愛情の数をせずに耐えきれませんでした。ああ、まさか。こんなエンドがあったのか。ああ。好感度上げればよいかと思いきや。そんなことはなかった。ああ、どうすればいいんだ。ああ、メッセージが止まらない。ウィンドウが、ああ、ああ、秘密のことが見たかった。おしまい。もうどうしようもないよ、これ。ああ、ダメだ。おしまいだ。終わらない。終わらない。ああ。な、出てきた、ミキちゃん。データ。データが出てきた。はじめから？これ途中からできるの？もしかして、これ。ちょっと一回、タイトル戻ってみるか？あ、好き終わったよ。ついに終わったよ。終わったけど、これじゃ無理か。いや、全然どれ選べるかわかんないよ、これ。見れないよ、もう。再起動だ。再起動。はい。ああ。さあ、OS を再起動して。Windows 20。このデータで遊ぶとどうなる？うん、ちょっと戻れるっぽいね。赤転生？え？赤転生してみた。あれ？一から始まっちゃったよ。ちょっと待って。アカウント転生？初めからってことかな？また初めからの可能性があるぞ、これ。もう一回再起動だ。やってしまったかもしれない。まあ、早くりは簡単っぽいからね、このゲームは。ああ、初めからだ。仕方ない。じゃあまた、違うエンディングね。秘密のこと。これはでもな、見るの大変そうな気がするんだよね。一番グッドエンディングな気がする。とりあえず違うエンディング。
ちょっと見てみましょうね。できるんであれば。よし、お薬決めてみようか。どんだけやれんのこれ。うわあ、6錠まで上げられるんだ。そういうことか。あ、ストレス減りますね。闇度が増す。さあ、お薬たっぷり。あー、飲んでしまった。なんだ？なんで、主人公の画面がこんな揺れんの？何にも見えない。いやー、どうしたらいいんだ？助けてくれー。何にも見えないぞ。あ、戻ってきた。よかった。うつ出しの、大丈夫か？あ、ツイート内容が、やばい。ラリってるようだね。闇配信、始めよう。闇度増すんだ。あれ、今また飲んだ？薬。なんだ？薬が増えたぞ。なんだこりゃ。両方ともいけるのこれ。次はプロンだ。プロン全場。どうなってしまうんだ。まずい。ギャー、音が。喉が痛くて咳が止まらないと。出会い、インターネット。これやってみようか。ライク。これは？なんだ？お、何が起きた？一期一会。出会い系で音がさりしてみた。とりあえず飯だけ食った。ストレスはゼロになったぞ、しかし。そういうコマンドだったんだ、これ。やり目とは、やることを目的とした、そのおっさんのようです。さらに薬出てきたよ。ハイポロン？ハイポロン飲んでもらおうか。闇が、配信チャンスを逃してしまう。飲んでもらおう。大丈夫か。画面が、耳が、すごい画面だ。やばい。ツイッターやばい。死にたい。まずい。やみそうだ。新たな薬来たよ。魔法の煙。よし。闇が深い。どう掴んだこれ。だが吸い始めた。闇が、ツイートが、体調が悪い。まずいぞ。裏では気持ちいいと言ってる。病んできた。さあ、お薬。魔法の切手。なにこれ。どうやって使うの？魔法の切手。口に入れた。目が、やばい。なんだこの世界は。完全に飛んでる。戻ってきた。意識だけは、宇宙にいると。闇度、ダークネス来た。音がなんか変だね。なんかあるよ、左下。体験機？あれ？好感度少ないから？体験機。いや、違う、これは。検体機じゃなかった。何かを体験したメモが。もう全部どうでもいいと言ってますね。七色が綺麗だと。配信者をやろうと思ったのも楽しいからだった。でもこうして幻覚見てる方が楽しいと。しかし、こんな私のことを、ピは愛してくれるのかな？あれ？ピって誰だっけ？最後のお薬。もう一回行くか。よし、決めろ。魔法の切手。闇度が、100になる。なんだ？また、内緒だね。ちょっと違うか、微妙に。さあ。ダークネス、100になったけど？世に住め。あれ？今晩は、カレーよ？明日も明後日もカレーよ？最高か。闇が100になっても、特に変化ないな、これ以上ね。この状態で配信は？どうなるんだ？ゴスロリやってみた。始めてみよう。配信は特に。普通だね。問題なさそうだけど。なんかゲームしてる顔が、ちょっと怖いな。病んでるのか？あれ、体験機が2つになってる。体験機その2。
加工感。バキみたいなこと言い始めた。ああ、セリフが、やばいぞ。もっと薬決めるか？あれ、家賃が払えなくて追い出されてしまう？ああ、ああ、お金が、ああ、お金足りずにエンド。結局闇は 100% になっても、これで増えませんでしたね。もっと薬を上げまくる必要あんのかな、これ。なんだこの画面。さあ、薬を上げまくっていたら、私たち本当に恋人同士なんだよね、と。ああ、ああ、体験が増えてきた。体験さん、白いウサギがぴょんぴょん飛んで可愛いな。ああ、3、4。ああ、助けて助けて。ああ、どうなっちまうんだ。お薬決めろ。魔法の切手だ。なんだ？変身？どうした？勝手に変身したぞ。何起きた？どうして変身した？配信命令出したいんだけど。配信。おう。あなたが私を導いてくれたんだよね？え？ずっとそこから見てたんでしょ？全部、分かっちゃった。私のこと、あなたのこと、この世界のこと。神様、あなたの声を聞かして。頂点ちゃん、ああ、薬が決まって、どうなってしまったんだこれは。ああ、ライブ。頂点ちゃん、ああ、やっぱり、そこにいたんだ。ずっと気づいていたよ。私、神様が見てくれたから。天使として頑張れたんだよ。偉い。ああ、これは神様の声なのか。偉いよ。ありがとう。嬉しいな。もういなくならないでね。ああ。永遠に一緒にいよう。うん。ぬくもり感じさせて。神様。ああ、ゲームオーバー。これ何エンド？ああ、なんかエンディングよく見ると。埋まってる。これどれエンド？一応右かな。なんだ今のエンディングは。ああ。薬をあげすぎたら、とんでもないエンディングになってしまった。じゃあこれは、あとは普通のね、なんか一番良さげなエンディング、見たい感じしますね。それ目指して頑張ってみますかね。何が正解なんだろうな。ん？これを見ると？あ、これはエンディングのヒントかな？それっぽいな。あ、今見たのこれか。レインボーガール。ごめんね、画面から出れないの。魔法の薬をやりすぎて言ってしまった。でもこれ、トゥルーエンドあんのかな？一番右埋まっちゃいましたからね。どれがトゥルーエンドなんだ？トゥルーなんてあんのか？だって私の好きな人は血まみれだって抱いてくれるわ。これ。これか、ニーディーガール。これっぽいな。ニーディーガールオーバーローズ。これ、ゲームのタイトル名ですよね。血まみれ？アメちゃんは血まみれになっちまうの？じゃあ次は無難に進みながらね、ひたすらフォロワーを上げる。それで通常エンド的なものをね、目指してみましょう。これ初めからでいいかな？闇落ちは意外とね、100に溜まっても、結構猶予がありましたよね。やばい。ストレス。死にたい。ああ。ああ。ああ。まずい。ストレス95円まずかった。ああ。なんだ。ダークネス。ピガ切ってみてよ。ほら、遠慮しないで。何切んのこれ。え？何？どうすればいいのこれ。5。2。
なんだこれ。何やってんだ私は一体。あ、はい。え？よいしょ。あれ？あ、てんちゃん。まずい。病んでる。血が目で病んでる。大事な話をします。まずい。終わりそうだ、このまま。YouTube では、重大報告とはよね、でっかい4文字で書いてあるサムネイル。あれの場合はね、悪いお知らせではなく、皆様にお話がありますとかね、まあ、重大なお知らせとか、その場合は、ちょっと悲しい、本当にね、お知らせの場合が多いという。それを調べていた人がいましたが、やばいぞ。手首切ってしまった。失敗したのか。ストレスは溜めちゃいけないんだな。変身。何に変身してしまうんだ。なんだなんだ、読めない。なんで書いてんだ。女の子はどうしても自分を傷つけてしまう夜がある。病んでる。もう選択できない。コメント欄が。しかしスパチャは入っている。人を救える大人になってね、昇天。昇天した。大丈夫か。あれ、フロア増えた。意外と大丈夫。まだいけんのかこれ。これエンディングにならなかったけど。大丈夫か。うん、ストレスは下がってるし。なんか戻ったっぽいな。これまだ続けられるのかな。大丈夫かな。さあどうしようかな。 PR やるか。ストレス増すな、またこれ。セリフリクエスト。これはフォロワーが増える。お金よりもやっぱり、フォロワーだよね。今は。さあ何を読み上げるんだ？番確定。ほら、全力で行くぞ。アナリスト、オッケー、アナリストオッケー。あららら。いっぱいできたよ、これ。マンホール？マンホールいいんじゃないの、別に。マンホール、はい。二つ、選びました。まあ、絶対いたね。アナリストで言うと、反応するやつが。絶対一人いたよね。インターネット。インターネットでエゴサすると、好感度下がるんだね。今んとこ悪くないね。エゴサ結果は。アンチはミュートしてる。まあ、ツイッターなんかではね、ブロックすると危険だから、ミュートしろと言われてますね。なんだなんだ？映画に関して、なんか思ったようだが？いや、なんでもない。匂わせてきた。なんだ？間違ってなんだと？今のは LINE の電話ですか？通話アプリ？おかしいな。様子がおかしい。大丈夫か？あれ？闇度がゼロでなんかまずそうだね、これね。逆に。数字がうごめいてる。超店長の未来に関わる。まずいな。配信者やめます。配信者やめます？どうした？一般の人間になります。へえ。闇のがまずかったか？資格の勉強？しばらく手不浄？なんだと？どうしたんだ？おしまい。生きるためには精神の負荷も必要だと思います。闇の、ある程度ないといけないんだ。ゲームオーバー。30日。一ヶ月経ってもこんなもんか。いや。50万人でもう奇跡だよ、もう。どうしたんだ。そして、もう終わりだね。なんでだよ。さよなら、私のために何もしてくれなかった嘘つきさん。なぜだ。言ったじゃないか。終わり終わり。一体誰のせいだろうね。インターネットエンジェルは、もう羽ばたけなくなってしまった。お前のせいで。なんでだ。ブロックされた。アメちゃんいなくなってしまった。ゲームくらいは頑張ってみようね。何を何がいけなかったんだ。アメちゃん。どこに行ってしまったんだ。100万人への道のり、何が正解だったんだ。で、本日はここまでにしましょう。今回は、話題の新作アドベンチャー、ニーディーガールオーバードーズを遊んでみましたが、
まあエンディングはね、4つまで見れたものの、ハッピーエンドにはたどり着けませんでした。まあ100万人への道のりを、もうなんとかね、見つける必要があるんでしょうね。いや、どうすればいいのかな。で、こちら何か機会がありましたら、続きをね、遊んでいけたらと思います。じゃ、というわけで、また別の動画でお会いしましょう。